羽生結弦の新プログラム、剣どころは、バレエ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。フィギュアスケート2018-2019シーズンの開幕を前に、羽生結弦選手が新シーズンのプログラムを発表。スケートファンの間では、伝説の演目が見られる。 と話題になっているという。羽生選手の FS はオーラジンタイトルこそ書いているが、敬愛するロシアのエフゲニー・プルシェンコが2003配布2004シーズンで FS に選んだニジンスキーに宝具などのアレンジだ。この曲はその素晴らしさにエポックメイキングな作品としてスケートファンの間で語り継がれている。 ニジンスキーとは、ロシアの天才的バレエダンサー、バーツラフ・ホミッチ・ニジンスキーのことだ。ニジンスキーは空中で止まっているかのように見える高い跳躍や優雅な振りなどその技術の高さからバレエ界では伝説的な存在と言われています。数々の名作を振り付け、多くの人々に称賛されながらも、繊細な心を病んで亡くなっています。そのニジンスキーを、 テーマにしたプルシェンコの作品も、バレエからのポーズをたくさん取り入れ、優雅で美しいプログラムと称賛されたんです。実はプルシェンコの、ニジンスキーにホーグは、振り付けを行ったのもバレエダンサー。バレエの要素をフルに取り入れたかったプルシェンコが、バレエの振り付けを依頼したと言われています。もちろん、バレエと同じようにはいきませんが、 上半身の動きはもちろん足さばきもできる限りバレエの要素を入れて表現しているんです。もともとプルシェンコにはバレエの素養がありましたが、この作品のためにバレエの動きや技術を吸収したことは間違いありません。羽生選手も引用紙では表現のアドバイスを受けたように、 今度の作品ではバレエの要素を重視して練習しているのではないでしょうか。スポーツライター。羽生選手がどんな作品を披露してくれるのか。今シーズンの演目に期待したい。芝講師。羽生結弦プロフィール宮城県出身。2014年ソチ五輪に出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。 2018年平小オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。